そろ頃合いかな。正義のヒーローが活躍するには悪役の君にも頑張ってもらわないとね。準備はできた？ヒーロー。忙しいところ悪いけれど、ちょっと手伝ってほしいことがあるの。グレートサイヤマンっているじゃない、あの少し独特なノリのヒーロー。最近コントントに彼が二人いるって報告がちらほら来ているの。俺が調査をしていたんですが、なかなか真偽を確かめられなくて。あなたも手伝ってくれませんか？よかった。早速手分けして。あ、噂をすれば。え？彼ならついさっきサタンハウスに。時の裂け目？追ってちょうだい！トランクス、あなたはサタンハウスに向かって。はい、すぐ。新たな裂け目、どうか気をつけてくださいね。いやあ、この間ぶりだね。え？今回は何を企んでいるのかって？前に君たちと肩を並べて戦った時、正直結構楽しかったんだよね。それで最近、正義のヒーローってやつに興味湧いちゃってさ。というわけで、思い立ったら即行動。ヒーロー研究のために、ちょっとした舞台を用意させてもらったんだ。とっても強い悪役を用意して、そこにヒーローを呼んで、正義の熱いバトルを繰り広げてもらう。ねえ、すっごくかっこいいと思わない？せっかくだから、君も見学していきなよ。ん？肝心のヒーローはどこにいるのかって？何言ってるの？ここにいるじゃ、いない！さっきまで一緒だったのに、すぐ連れてくるから少しの間、セルとご飯くんのこと頼まれてくれる？君ってばすっごく強いからなんとかなるよ。ご飯くんだってか。また後で。聞こえますか？今、サタンハウスに行ってきました。こちらのグレートサイヤマンさんは本物でした。そうなると、もう一人は一体、何が起こるかわかりません。どうか、気をつけてください。で、セル、あのオーラ、まさか。お察しの通り、フューの仕業よ。ちょっとフュー、この状況でどこ行くつもり？歴史はあなたの思ったじゃないのよ。ユウの思い通りに動くなら尺だけど、このままご飯に倒されるとまずいわね。極悪化したセルなんて危険すぎるわ。なんとか抑えてちょうだい。
比べ物にならない。僕たちではこれ以上ご飯くんが襲われてる。このままじゃ遅れてごめんね。彼はぐれちゃってたみたいでさ。ほら急いで急いで。お待ちかね、ヒーローの到着だ。アクは絶対許せない。正義の味方、グレートサイヤマン参上。過去の自分を成長したヒーローが助ける。なかなか熱い展開でしょ。正義の味方。そうだ、悪者が暴れていると聞いてね、駆けつけたのさ。ほら、ぼんやりしている時間はないぞ。一緒にセルを倒そう。はい。でも、君たちの本気はまだまだこんなものじゃないよね。そんな…さあ、ヒーローに大ピンチ到来。ここからどう巻き返すかな。この反応は…君たちどこから…あ、もしかしてあの裂け目から出てきちゃったの。これは面白くなってきたぞ。ここは誰かに呼ばれたような気がしたが、見慣れない場所だな。デセル、データじゃとっくの昔に倒されてたはずだよな。どうも様子が変だ。見ろ、イチゴ。あの動き、暴走しているんじゃないか。それなら、奴を止めるのはヒーローの務め。スーパーヒーローの出番だな。スーパーヒーロー？もしかして君たちも正義の味方なのか。私はグレートサイヤマン。頼む、正義のために私と一緒に戦ってくれ。グレートサイヤマン？そんなのデータにあったかな。まあいいや、戦おうじゃないか、正義のために。ああ、話が終わったなら行くぞ。任務開始だ。あの裂け目、何、まだなんか隠してるってわけ。そういえば君たちの名前は。私はガンマ1号。僕はガンマ2号。スーパーヒーローさ。ところでそのスーツ自前？ふんふん、ある人に作ってもらったのさ。いいデザインだろ。まあ、そういうセンスもあるだろう。え、センスが何だって？それにしても君たちのスーツもすっごくかっこいいね。当然だ、博士がお作りになったんだからな。博士か、どんな人なんだろう。
アクは絶対許せない。正義のためにお前を倒す、それがスーパーヒーローだ。行くぞ。これでとどめだ。決まった。すやるじゃないか、グレートサイヤマン。ああ、正義の味方の名に恥じない戦いぶりだった。いや、それほどでも。それを言うなら君たちだった。僕もあなたたちのような強いヒーローになれますか？もちろんさ。君の大切な誰かを守りたいという気持ち、それ。おお、いいこと言うね。スーパーヒーローになった君と出会うのを楽しみにしている。あれ、そういえば僕たちの他にも誰かいなかった？気のせいかな。せっかく仲良くなったところ悪いけど、この歴史はなかったことにさせてもらうよ。でも、いいものを見せてもらったな。ヒーローってやっぱりかっこいいよね。さて、僕はあっちの計画に集中しないと。この歴史で吸収したエネルギー、大切に使わせてもらうよ。来たわね。お疲れ様。あの子も全く人騒がせね。ヒーローに憧れですか？ヒューも意外にそういったものが好きなんですね。だからってあんなにホイホイヒーローショーをされたらたまったものじゃないわ。それにどうも腑に落ちないことがあるのよね。腑に落ちない？ヒューの言っていたあの裂け目のことですか？そう、私たちが把握していない新たな裂け目。少し探ってみるわね。今日はと。はい。なんだ、もう終わり？いいとこだったのに。お疲れ様です、二人とも。さすがですね。とってもいいデータが取れました。さすが。でもさ、ドクターヘド、ちょっとばかしエネルギーの使い方が非効率的なんじゃない？例えば。けな、僕のガンマには余分なものなんて一つもない。いいか、あれはあえてだな。難しい話ばっかでよくわかんないなぁ。なあ、16号。っておい、でかいな。ふん。え？バカにしたでしょ、今！ふんって言ったよね！ねえねえ！うるさいぞ、2号。
1号もひどい。聞いてよ21号、こいつらがさ。聞こえてる？うん、通信は問題なさそうね。危険な中一人での潜入になってごめんなさいね。トランクスには別の緊急任務に当たってもらってるの。分かってると思うけど、ガンマ1号、ガンマ2号、彼らには共闘した時の記憶はないわ。敵に回すと厄介よ。絶対に見つからないように調査してちょっと。どうして彼らが西の都に？あいつら、なぜここに居やがる？いよいよまずいことになってきたぞ、ご飯。黙ってついてこいって言われても困りますよ。どうしたんですか？ち、見つかったか。はぁ、ピッコロさん、その姿一体。話は後だ。あれを見ろ、ご飯。尻尾を出したらブルマ一味め。今日は偵察だけのつもりだったけど、相当作戦変更だ。ガンマ、人造人間16号、お前たちの力見せてやれ。16号さん、あの時破壊されたはずじゃ。この時代の孫悟空か。一番だ。お前生きていたのか。なぜレッドリボン軍に戻りやがった。悪い、いろいろと込み入っていた。お前たちにあの研究を邪魔されるわけ。殺すつもりはない。正義は悪に負けない。しばらくおとなしくしていてもらおうか。え、レッドリボン軍はお父さんが壊滅させたはずじゃ。わっと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 。お前たち世間話とは余裕だな。ご飯、話は後だ。集中しろ。はい。Thank you.
かなか手ごわいな。でもガンマ、君たちならもっとやれるでしょ。ほらもう一声。なんだこれは。おお、体が軽いや。ありがとうヒュー博士。またそんな最高。便利な力でしょう。これを応用したらシェルマックスの自我をうまくコントロールできるかなって思ったんだけど、結晶を使ってもいまいちな感じなんだよね。やっぱり量が足りないのかな。すごい、一旦引かせてもらう。あとは任せろ。全力でいくぞ。正義は必ず勝つ。正義は必ず勝つ。21号の顔、どこかで見たことがあるのかな。あら、私の顔に何かついていますか。はあ、いや、君たちみたいな形の人造人間の表記はどうなってるのかなと。そうですか。うん、まあね。やっぱり気のせいか。さて、今回ばかりはいくら君でも分が悪いんじゃないかな。これ以上歴史が歪んだら何が起こるかわからないわ。なんとかフィンを止めてちょうだい。正義は必ず勝つ。ブルマ1、これで全てか。ならばお前たちに勝ち目はない。ピッコロさん、ピッコロさん、今助けに。クソ、邪魔をするな。お前の相手は私だ。シェンロンのやつ、ずいぶんおまけしやがったな。なんてパワーなの。1号さん、2号さん、エネルギー残量に気をつけて。正義の種ならこれくらい。まずいな、想定より消耗が早い。2号さん、そんな無茶な戦い方危険です。見てなって、僕はヘド博士の傑作なんだ。こんな悪党なんかに。お前たち落ち着け。もうすべて話すべきだ。お前は悪いやつ。バカな命令に従っているだけだ。うるさい、
命令は博士は絶対なんだ。そのドクターヘドも間違った情報を与えられているとして。黙れ。申し訳ありません。強敵相手によくやった。一時撤退や。待ってください。博士、私たち何か大きな誤解をしているのでは。おっと、そうきたか。信じらんねえ。おめえほんとにすげえな。あなたたちはもしかして悪い人ではないのでは。21号、それは、なんだ、博士、21号、無事ですか？なんとか、それよりも大変なんです。研究所のタンクが急に破裂して、セルマックスが起動してしまいました。え、なんで？もしかして研究の負荷にタンクが耐えきれなかった？と、今はそんなこと考えてる暇ないよね。どうしよう、このままだと正しい歴史通りに。あ、みんな悪いけど一時休戦だ。今からセルマックスをどこか遠くに転移させる。別の場所に。僕からすれば本来の歴史に近づきすぎると困るし、それにこうすればタイムパトロールだって改変を抑えるために僕に協力するしかなくなる。戦力は多ければ多いほどいいからね。悪いけどみんなまだまだ一緒に戦ってもらうよ。準備ができたら追いかけてきて。来てくれたんだね。よかった。いや、別に疑ってたわけじゃないよ。他のメンバーが険悪モードでさ、僕一人じゃ肩身が狭かったんだよ。ブルマ一味のことは信用できないけど、今は非常事態だから仕方ない。まさか、あんたたちと協力することになるなんてね。とっととセルマックスを片付けるぞ。言われなくても分かってるよ。さて、ちょっと時間がかかっちゃったけど、そろそろ転送が終わるよ。みんな構えて。
マックスか。なんと大きさだ。ガーマ、お前たちは回復が先だ。一度下がっていろ。しかし今言っても俺と同じ足手まといだ。それヒーローは遅れて登場する方がかっこいいだろ。了解した。2号もいいな。ああ華麗に復活してみせるさ。博士、セルマックスを倒すにはやはり弱点を突くしか。まあそれしかないだろうね。頭だ、みんな頭のてっぺんを狙ってくれ。頭のてっぺん？頭を狙えって言ってもこれじゃ早すぎる。しかも攻撃が効かない。私たちの研究のせいで。おい21号どこに行くんだ。私も皆さんと一緒に戦います。21号助かるよ。これなら。いや俺たちの消耗の方が早い。このままでは。被害甚大。ダメだ、あと少しなのに。パン、ビーデルさん、諦めるな、ご飯。クソ、セルマックス、なんて体力してやがる。このままじゃ拉致が開かない。でも僕ならやれるかもしれない。いや、やるんだ。セルマックスを止めてみせる。僕の全エネルギーをかけて。このまま仲間を犠牲にするわけにはいかない。俺の全力で、あいつを止める。二人とも何を。まさか。まずい、止めないと。止めるな。俺が行かないとこのままでは。まさか。ダメ、止まってください。2号さん、任務を完遂するまでがヒーローの役目。その息だ。
2号。おめえもまだ本気じゃねえんだろ。世話になったな。我々はあなたたちのことを誤解していたのかもしれない。それは俺たちも同じだ。あいつは自分の全てをかけて地球を守った。私たちは彼を止められなかった。でも、もしもう一度やり直せたとしても、彼、ヒーローとして。21号、俺たちは、今の俺たちにできることをしよう。ええ。16号さん、1号さん、博士。仲間同士、一緒に支え合っていきましょうね。みんな、ありがとう。それにしても、ブルマ一味は全然悪の組織なんかじゃなかった。レッドリボン軍は何か勘違いしてるのか。僕はこれからそれを調べようと思う。二号に、彼に恥じない生き方をするよ。はい。誤解が解けてよかった。僕、またトレーニングを始めようと思います。いざという時、パンやビーデルさんたち、守りたいものを守れるように。よく言った。いつでも力になってやる。そういえばフィオ博士、遅いですね。後片付けっておっしゃってましたが。止めないでくれ。僕がこうするしか方法は。16号、いけない、止まるんだ。これが俺の運命なんだろう。この歴史に俺は必要ないからな。ただお前たちと過ごした時間は案外悪くなかった。
ボロボロじゃないか。あ、実はさっきゴーハン君が落とした扇子拾ったんだよね。これ今のピッコロに必要なものだと思うな。君も最後まで戦いたいよね。はい、口開けて。えっ、これでよし。セルマックスの動きが鈍ってきたぞ。ピッコロさん、この一撃に全てを込めろ、ゴハン。はい、魔漢コーサッパを守るために。あの時みたいに身を挺して僕たちを助けてくれたんですね。無茶するなって口うるさかったけど、結局自分が一番無茶してんじゃん。あいつも立派なヒーローだったな。いや、ただのヒーローじゃない、スーパーヒーローだった。ええ、本当に僕も16号さんみたいに大切なものを守れる、そんな人になりたいです。いい目標ができたな。私たちも彼に恥じない立派な人造人間になってみせる。ああ、それにしてもヒュー博士遅いな。後片付けしてくるって言ってたけど。ああ、幸せな歴史って言ったって、彼が死んじゃったなら意味ないよ。悪いけど、仕切り直させてもらうね。君たちには改変は悪でしかないんだろうけど、もっといろいろな歴史の可能性に目を向けてみてもいいんじゃない？まあ、今回のところは諦めるよ。また近いうちに、今度はもっと完璧な計画を立ててみせるさ。うん、無事に帰ってきたわね。トランクスも任務お疲れ様。ありがとうございます、時の海王神様。それにあなたもお疲れ様です。暴走したセルマックス、とんでもないパワーだったそうですね。無事でよかったです。大変な時に力になれず。なーに言ってるのよ、あなたはあなたの任務を全うしてくれたでしょ。これからもバリバリ仕事してもらうんだから。頑張ります。それにしてもフューのやつ、また証拠りもなくかき回してくれたわね。まあ、ひとまずは解決よ。二人とも、ゆっくり休んでちょうだい。はい。では、失礼します。幸せな歴史、ね。気持ちはわかるけど、どんな理由であれ、歴史の改変は許されないのよ、フュー。